マスター、おはようございます。さあ、今日も頑張りましょう。うん、そうだね。さこちゃん、どうしたんですか、マスター。いつも無駄に元気なのに、なんで震えてるんですか。実はね、はい、さこちゃんが来る前に、はい、変な物音がしてたんだよ。え、あれおかしいな、なんか変だなって、ガチャガチャって誰もいないで、こう妙な金属音がしてたんだよな。金属音？それだけじゃないんだよ、はい、なんかね、こうガチャガチャって音とかね、髪をこうめくる音とかずっとしてんだよ。怖かったな。あ、そういえば私、このマンションの変な噂を聞いたことがあります。え、何？変な噂？このメゾンドイーコエには動く甲冑があるって。やめてよ、俺ほんとそういうの苦手なんだからさ。その甲冑はとあるものを探して動き回るんですけど。やめてよ、何とあるものって。現れた部屋の住人の一番大切なものを奪っていくらしいんです。そしてそれを奪ったら二度とその部屋には現れないんだそうですよ。一番大切なもの、泣いてる？俺の宝物、エッチな本とかね、DVD コレクション全部盗まれてるんだよ。一番大切なものがそれですか。ちくしょう！よろやろうめ！絶対に許さないからの！まあまあ、またお金を貯めて買えばいいじゃないですか。小林さんのエロ本が。ああ、それもそうだね。それじゃあ今日も張り切っていこうかな。三つ男と、沢子のミルクとお砂糖。はい、皆さんいらっしゃいませ。カフェドボイスマスターの岩田三つ男です。皆さんいらっしゃいませ。カフェドボイスウェイトレスの畑沢子です。はい。小林さん、はい、どなたなんですか。昔古い AV 女優さんですね。はい、何系の女優さん。何系って言っても、まあ、普通系ですかね。あ、結構人気あったんで、いわゆる企画ものじゃない、はい、ちゃんとした企画もの。そこ話し出すとね、結構深いよ。結構、でも、まあ、さこちゃんそこも大人だからいいかなっていうのもあるけど。クイズ番組とかですか。ね、そういう AV もあるかな最近は。裸でね、アメリカに行きたいかみたいな。そう、いやーって言うとパーンみたいなね。スイッチがポポポンって入るみたいな。はい、進めてください。そうです、あなたが打ったんですよね。え、嫌でしょ。皆さんいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。そうですね、はい、どうもスタートしましたよね。え、はい、まあ、今回の寸劇はですね、はい、メゾンドイーコイにはフルセットの甲冑があって、夜中に動き出すという都市伝説があるっていうね。ありましたね。2人が決めた設定から生まれました、ね。はい、すぐ拾うからね、うちの作家はね。いや、こんな風になったんですね。でも本当ショックでしょうね、エロ本とか DVD がなくなると。そういうもんなんですか。どこに隠してるんですか、ちなみに。隠してるのはね、言うとこれ唾が効いてると大変なことになる。え、今も持ってらっしゃるんですか。当たり前じゃないですか、男大体持ってます。嘘だ、年関係ないから。え、持ってらっしゃいますか。持ってるよ、持ってる、みんな持ってる、普通普通。嘘だ。ごめんね、ちょっと立ち上がって謝るけど、音がね、そういうものなの。私お兄ちゃん持ってますよ。絶対持ってる。持ってないですって。大丈夫、お兄ちゃんはほらスパンキングが趣味でしょ。ちょ、やめてくださいよ。違いますから、ちょっと。絶対持ってるって。やめてください。絶対持ってるからね。さあ、というわけで、こう今日はどういうことになるんでしょうか。もっけからこんな話です。すごい不安です、私。ね、さあ、というわけで、なんと本日、はい、ね、ゲスト、私のね、はい、もう古くからの友達が来るわけなんです。はい、和田さんの友達。はい、まあ、盟友っていう書いてあるんですけど、盟友というとちょっと恥ずかしい表現なんでね、ちょっと避けたわけですけど、はい、まあ、盟友が来ますね。戦ったんですか。いろいろといろんなことにこう戦って、こう、ね、お互い前向きに倒れてみたりとかですね、いろいろこうあったわけなんですけども、ね、非常に楽しみでございます。はい、楽しみです、ね、どんな
なトークが繰り広げられるんでしょうかね、はい、さあそれではそろそろ参りましょう、はい、三尾と沢子のミルクとお砂糖は本日も開店します。はい、三尾と沢子のミルクとお砂糖は、はい、お送りしておりますね、三尾と沢子のミルクとお砂糖は。それではですね、本日のお客さんをお迎えいたします。はい、鈴村健一さんです。鈴村健一です、よろしくお願いします。うわ、新鮮だね。早速噛んでるやん。もうそんなことは日常だから ね、 そうだね、突っ込まれないで、ね、優しくされてんのね。非常に何かね、うちの番組でも噛むたびに突っ込まれんのよ。あ、ね、そうなんですか、突っ込んだ方がいいんですか。でもね、そう、うん、ここでは突っ込まなくていいと思う、うん、喜んじゃうから、うん、あとね、なんだろうな、残念ながらうちの沢子ちゃんもね、はい、俺にこう負けないから噛む人なんだね。あ、そうなんや。そう、噛み噛みコンビなんですよ。いや、俺も噛むけどね、うん、噛むよそんなもん。誰が原因なんですかね。でも誰が引いて、確実に自分が原因ですよ、ね、論議するまでもねえ、それ絶対俺たち、そう、絶対そう、全部自分が悪いんですよ、絶対そう、ね、でも共通してるのは岩田さんですから、うん、いや、なんでそこに来るんだっていう、よくわからない。そっか、引き起こしてると、はい、そうです、全ての原因は。そうか、その線は考えもしなかったけど、それ俺疑うわこれからは。自分は大丈夫だ。のっけから2対1ですよ。すごい展開になってますけどね。なるほどね。もうね、なんでしょうね、この M の僕としてはたまらない展開に今なりつつあるわけですけどね。ということは鈴村さんは S なんですか。どうやら S だね。 S どころド S ですよ、うん、鈴村さんの S ですもんね、うん、そうなのよ、三尾の M だしね。もうね、名は体を表すです。そうなのよ、まさにそういう S と M でやってんだよ。そうそうそう、うん、畑沢子だから S だね、うん、S だね、ね、うん、SH なんでシュって感じです。え、もう一回ちょっとやってみて、うん、今どんな気持ち。笑いながらじわじわと万力を締めていくような人ですからね。いいですよ、今満面の笑みですからね。よいぞ、楽しいぞっていう状態ですよ。これあれですね、いつもみたいにあんまりこう適当なこと言ってると、うんうん、拾われるよ、いろんな形で拾ってくるからね、この人はね。怖いですね、ちょっと真面目に今日は思います。やんないで、真面目なんかやんないで。ケンちゃん大丈夫、真面目にやればやるほど、うん、自爆する。あ、本当、じゃあよろしくお願いします。いえいえ、もう A 型ですから、ね、じゃあさあ、沢子ちゃん、そろそろね、ここ、はい、ケンちゃんのプロフィール、俺新鮮なんだよ。はい、鈴村健一さんのプロフィール紹介してもらえる？ね、ないわな。意外とご存知ない、うん、ご存知ないわけじゃないけど、改めてこう紹介することはもうねえよって。そうそうそう、俺何年やってると思ってんだよ。ご存知ないって言われる。前に言ったけど今、うん、もしかしたら、もしかしたらご存知ないこともね、このプロフィール紹介だけで尺取れるのよ。すごいなこれ。じゃあ、田中さん、よろしくお願いします。はい、先日ながらご紹介させていただきます。はい、では鈴村健一さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、鈴村さんは大阪府出身ですが、うん、生まれは新潟県。そうなんです。転勤が多いご家庭で育ったことから、はい、新潟県、大阪府以外にも、うん、岡山県岡山市、うん、福岡県北九州市などに住んでいたことも。そうです。なんか普段入らない愛の手が入るんで、うん、あ、そう、入れちゃいけないの。いやでも普段は僕が入れてるんですけれども、うん、今ケンちゃん入れてるから。自分で入れてんだ。あ、自分で入れないのね、みんなね。そうそうそう、みんなダバーとかで聞いてる。やっぱアーティストさん来るとみんな黙っちゃう。そっか、そう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 、緊張しますね。じゃあちょっと黙ってみるわ俺も。私もなんかフランクな感じで紹介した方がいいですかね、今日は。あのね、うん、あま、そう考えなくていいからね、普通にやってちょうだい。ね、じゃあ続きどうぞ。はい、1994年にマクロスセブン。そうね、もう合ってますよね。合ってるよ、うん、7じゃないよ、セブン、セブン、セブン、マクロスセブン、うん、大丈夫。うん、モーリー役で声優デビュー、はい、ハイテンションの役柄から落ち着いた役柄までさまざまな役を演じまして。愛の手はダメだって言うから、うん、そうそうそう、重ねみたいな、ね、新しいテクニックやってるから。それは新しいね、うんうん、じゃあもうちょっと綺麗にこうしよう。お願いします。さまざまな役を演じ分ける実力は。実力いやりづれ。いや、素直に言ってやれ、どんどん言ってやれ、やりづらいってな。はい、そして大活躍されています。うまい。させられないやつだ。なるね。なるな。はい。2008年からはこっち右の音楽。どうした？え、バグるのたまに。
え、バグるの？重ねられないように。いやもう重ね飽きちゃったからやんないよもう。すぐ飽きちゃうのこういうの。おじさんすぐ飽きちゃうの。すごい頑張って ね、あの、ね、フェイントかけたつもりがね。ごめんね。ただそっちでも飽きちゃうんだよね。うんうん、さあじゃあお願いします。大丈夫かな。2008年からは個人名義での音楽活動を開始。そうです。また岩田光雄さんとは2003年から、はい、岩田光雄、鈴村健一、スイートイグニッションで、うん、共にラジオパーソナリティを務めていて、2009年には音楽ユニット、うん、コネクトとしてアルバムコネクトでデビューされました。はい。ということです。やっと読み終えた。よかった。もう読み終えることはないのかと思ったけど。よかったわ。ね、すいませんね邪魔して。いえいえ、普段こんな感じなんですか？ね、今日若干 S が強い、うん、ああそうか、ね、そうかもしれない。若干強いよ、なんかね、若い女の子に対するケンちゃんの、あの、なんつうのかな、接し方ってね、あんま見たことないんで、はい、なるほどなるほど。いや俺いつも通りやってるつもりなんだけど、これ S って言われると、うん、もっとすごいことになるじゃない普通にやってるよ俺今日。普通普通そうなんですね、うん、そうね、あ、勉強になります。はい、そういえば沙保さん頑張って。岩田光雄さんともかなり長いお付き合いのようですが、はい、そうね、どのくらい長いもうね、初めてお知り合いになられたのは。ラジオを始めたのが実はきっかけで、それまで俺知らなかったの、ケンちゃんのこと、うん、あ、ラジオがこうきっかけなんですね。そうそうそう、だから沙保ちゃんと同じような状態、ね、あ、なるほど、うん、はい、で13年前か、うん、だから俺知らなくて、はい、鈴村健一さんっていうの知らなかったんで、うん、はい、あのその当時仲の良かった森久保祥太郎とか、うん、あと吉野くんとかね、はい、にリサーチしてたのね。吉野してた、ね、あの鈴村くんって知ってる、うん、ああ知ってますよ、はい、今の吉野ね、そうそうそうよくお分かりになりますね、うんうん、どんな人、いやすごく安で、すげえよく食べますおお、パーソナリティに触れないんですね、うん、で、あの森久保祥太郎にも出まして、はい、祥太郎、あの鈴村健一でしょ、知ってます、あれ森久保祥太郎似てるんですか、うん、全然似てないどんな人って、あ、いいやつでよく食べますね共通でよく食べるっていうわけ当時ね、本当大食いだったのよ、はい、13年前、ね、それより前は特に、うん、一番多かったらラーメン7杯食った、そんな時代があった、すごいですね、7杯食った、まあ、ワンコそばみたいなもんですね、ワンコラーメン、そうよ、そんな状態でそんな感じ、ね、うん、でそこで初めて出会って、はい、だからゼロから番組を一緒にこう作っていった感じ、うん、そうだね、うん、それが気がついたらもう今年で13年目、うん、第一印象と今って違いますか？第一印象か、何なんだろう、覚えてない、第一印象か、うん、あのね、真面目そうな感じだなってなった、あと若干暗いのかなこの人はみたいな感じがした、はい、あ、最初そういう人多いね、最初はやっぱり探ってたとこすごくあったかな、俺はね、俺もだってラジオやったことなかったからほとんど、そうだったんですね、全く沙保ちゃんと一緒ですよ、あら、それが13年続くってすごいですね、俺でも俺の仕事で一番多いのラジオだからね今向いてらっしゃった、めちゃめちゃラジオやってる、もうね、そうなんか最初は分からずにやってきた、俺ももともとラジオが大好きで、でこう一緒にやり始めたら、どのくらい、3ヶ月か半年ぐらい、半年ぐらいかね、ね、その時になんかきっかけでなんかね飲みに行ったことがあって、そこがすごいきっかけだったんだよね、打ち解けるっていうか理解し合う、なるほど、でその時にあ、すごく価値観とか面白どころとかやりたいことの方向性がまあ一緒だったのよ、そこだね、たかが外れて、もうウェラウェラウェラって変なことやり始めたのが、まあ、その結果がなんか変な罰ゲームだったりするみたいな、そこね、罰ゲームをやってたんだけどなんか違うことをやってんのよ実は。そう、ね、いや、その企画よくやってんの、うん、俺たち、はい、大きい企画結構やってんの、そうそうそう、ラジオでやんなくていいじゃんって企画やってんの、そうなのよ、どういったことをされてる、一番最近だと自転車で390キロ走る、この男がねお一人で、そう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 、390ってどこからどこですか、富士山から大阪、そう、アホでしょどうして、え、理由は特にないんだ、ない、面白そうだなって、うん、去年の今頃走ってんじゃない、ああそっか、そうだ、ちょうど1年ぐらい前、うわ、何日ぐらいかかるんですか、3日、うわ、うん、結構ヘビーよ、
相当ヘビーだった。相当ヘビーだったと思う。どなたが言い出したんですか。俺だね。十五字得。そうそう。まあそう。まさに十五字得なんですけどね。基本すべて十五字得で生きてるから。そう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 。なんかやりたいことある？んじゃあ自転車乗ろうかなみたいな。そうなの。うん、まあ、岩田さんもなんかサンバの格好で、あそう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 、うんうん、岡山の飛んだやつもそれも企画で、鈴間健二だからさっきも言ったけど転々、うん、としてるから、うん、で岡山にも住んでた時があって、うんうん、で岡山の自分の実家が見たいっていう企画になって、うんうん、はいはいはい、はい、行ったね、うん、でそれ行ったんだけれども、うん、まあ、見つかることができて、さらには健二ちゃんが昔遊んでた和州山ハイランドっていうね、うん、遊園地だと、うん、でしかもその頃ちょうど彼の誕生日だと、はい、じゃあ祝おうと、はい、じゃあどうやって祝う、はい、手作りケーキとそれをこう渡す時のやっぱり賑やかに渡そうと、はい、そうした時に、まあ、そこがまあサンバの人たちがいらっしゃると。和州山ハイランドはもう常設でサンバカーニバルの人たちがいるの。そうそうそう、南米の人たちが。どうしてですか、岡山県ですよね。そうなんだけど常にサンバのリズムだな。そうそう、それはちょっと俺も負けてられないと、はい、もうサンバの衣装着させてくれ、うん、女性ものをっていう、ほとんど裸で出てきた。ピピおめでとう、ダダダダダン、ピピおめでとう。懐かしいねそれ。そうそうそう。でも一番面白かったのはその後のバンジージャンプ。そう。これ言ったの、この番組で。この番組で言った。まだちゃんと言ってないね。裸でねバンジーしたのよ。裸でバンジーしたんですか。まあほぼまあほぼまああの格好ですよね。バンジーの格好、バンジーとか。あのサンバの格好で。しかも羽は危ないから、うん、せっかく俺鳥になろうと思ったのに、うん、背負ってるクジャクの羽が危ないし、うん、それ外されてね。結局ただのビキニみたいな。そう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 。ちょっと派手なビキニがしてるゲイみたいな。そこまでで、そこまでで十分面白いんだけど、もっと面白いことがあったのよ。何があったの。俺も飛んだのね。で、うん、俺は高いとこ大好きだから、フィエーってすぐ飛んで。楽しそうにやる。もう怖がっちゃって全然飛ばないの。で、あやっと飛んだっつって、ブランブランだって、そうそう、うわーっつって、もうそこで一番の盛り上がりを見せたと思いきや、ええ、その後こう降りてくるバンジーって下に。そうそう、で僕はもうやりきったっていう、もうこう、はあやったぜって、もう尽きたぜみたいな感じで、こう。で真夏のね、8月だった。ああ夏だったんですね。そう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 。で、こうツルツルツルって岩田光さん降りてくるでしょ。はい、でもほっとして、ああやった終わったっつって、あと降りるだけだっつったら、はい、下のマットが真夏だから、はい、もうね鉄板ぐらい熱くなった。銀色なんですよ。銀なんですよ。銀。結果この人ほとんど裸だから、ジュー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 、本当暑かったんですよ。俺はね、あれは本当に本当にこんな面白い生物がこの世にいるのかというぐらい笑いました。すごいですよ、岩田さんのお好きな熟成肉になっちゃったんです、うん、そういうことですね。そうそうそう、しかもそれ誰も予想してない出来事だ。作家も書けないやつだから。そうそう、最初尻から行ったわけよ。で尻熱いって思って反り返るじゃん。そしてこの背中行くわけよ。その繰り返しだ。熱い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 。あれマジ面白いよね。すごい見たかったです。あんなも芸人さん狙ってできないやつだからね。しかも後々ね、気がついたらもう一つエピソードがあって、はい、で一つ熱い熱いって言った後にしばらくしたらどうも俺ね、痛いんですよ息すると、はい、肋骨にひびが入って。バカでしょ、バカでしょ。なんかほら、なかなかは、はい、ほぼ裸の状態でハーネスつける人いないみたいね、うん、っていうか特別な許可を もらってやってるんですよ。そうなんです。でもうそれは裸でやるのはやっぱり自己責任ですよっていうところでやってるから、そうそうそう、もう岩田光さん誰にも何も言えない。まださハーネスね、普通は滑るじゃないですか、はいはい、汗ばんでるからそれがねキュッと張り付いたんだよね。持っちゃってうわって言った瞬間にグッとこう当たったのが、そうそう、それでどうやらひび入ったみたいな。いやー、ほんと面白い。体が傑作ですよ。 DVD 出てますから、はい、ぜひ見てやってください。お願いします。見たくなりました。綺麗だよ俺、ね、いや綺麗じゃない。言っとくけど綺麗ではない、ほんとね、うん、もうすぐ脱ぎたがるし、すぐ化粧したがるんだけど、そうそう、で自分は綺麗だ可愛いからだとか言うけど全然だからね。まだね、言っとくけどケンちゃんこのレベルまで達してないんだよ、俺の綺麗さが分かる。誰も分かんねえよ。誰も、俺は標準だ、あれは。もうあとね、あと2年15年経つと分かると思うんだよ。分かんねえよ、そろそろ俺の良さをね。絶対分かんない、分かんないと思う、ね、一回見せてごらんなさい。あ、見たいです、ね、いやでもそういう話になったじゃないですか先週。あ、体重計の水着で、そう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 、水着で体重計乗るかっていう、イベントに水着で出てくださるらしいです、うん、まだ決まってねえよそれ。すぐ言うでしょ。困ったら脱ぐか平国か、ね、どっちかだよ。本さん本当にあのヘはよく出るんで、よく出る。番組 CD の最後のトラックヘだから。
人バカでしょ。ボーナストラックヘだから。本当のですか？生ヘです。生ヘ。チッペです。ああやばいやばい出る出るとか言ってさ、ディレクターがマイクを振ってくる。ベッって。もうそのマイク二度と使いたくないですね。いや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 。匂いがついていそうな感じ。もうチッペです本当に。あなたはとんでもない人とコンビを組んでるんだ今日。理解しておいた方がいい。そんなケイちゃん脅かさないでよ。もう大丈夫だからね。じゃあ普段はだいぶ上品にしてらっしゃるってことなんですね。あ、じゃあこの番組は上品なんだ。うん、まあ割と普通にしてるかな。まだ我慢してる。まだできんだねそういうの。まだできるできる、ね。でも女の子に優しいからそう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 、フェミニストですね、フェミニストだから非常にフェミニストですからね、うん、こう見るとかね、だんだんちょっと旗色が悪くなったんでね、うん、そろそろねここでですね、ケンちゃん、カフェドボイスの一応ね私マスターという設定なんで、うんうんうん、おすすめの一品をご用意いたしました。あら、こちらですね、まあ、ケンちゃんはですね大阪の出身ということもあるので、こちら名題場所は、名題場所でございますね、はい。名題場所というのはですね、大阪新世界に本店があります、総本家、釣りガニ屋本舗のオリジナル商品でございます。これ昭和の初め、手の届かない高級果実だったバナナを食べたいという庶民の願いから考案されました。食感はふわり柔らかく、バナナ風味の白あんが口の中いっぱいに広がりますね。本日のゲスト鈴間健一さん、大阪出身ということで、こちらの一品ご用意させて。これ大阪のもんなんだ。俺子供の時から知ってる。あ、マジで。このバナナの形したカステラみたいな中にあんが入ってるやつでしょ、うん、これしょっちゅう売ってたよ。あ、そう。俺さ、なんかさ、駄菓子屋さんでこれのうんと小さいバージョンみたいなない？似たようなやつあんのかな。 あでもこれより一回りちっちゃいのをよく食ってた、うん、あ、ほんと。俺これはでも初めて。じゃあそう、どうぞいただいて。いただきます。そうなんだ、これ大阪のもんだ、知らんかった俺。あ、じゃあケンちゃんは昔からこれ知ってた、うん、いっぱい。あ、すげえ。あ、うん、おいしいやないかい。うまいなこれ。すごいバナナの香りがします。するね。うまいねこれ。どうやらしかもこれ上品やで。うん、綺麗な白あんだよ。スーパーで適当に売ってんねこのバナナの形のカステラみたいなやつ。 あります、ね、じゃあこれがパクリなんや多分ね。多分これが本物なんですよ、うん、めっちゃ美味しいねこれ。全然ちゃうよそのスーパーで売ってるのと。これ本当に上品ねこれ。ね、かわいいバナナって書いてある。うまい。これバナナの香りするけど、この白あんが、うん、まあ本当にこう和菓子のその白あんやね。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、ね、うん、うまっ。はぁ、これうまいわ。食べてますか、はい、サオちゃん。どうですか。初めて食べました私も。大阪ですけど、うん、そうだよね。あ、でも大阪なかったこれ。なんか見たことあるような気はするんですけど、うん、でもあれだよ、あの大阪というのもさ、ちゃこちゃんあっちだよね、うん、京都寄りのとこなんだよね。そう、そういうところでもあるのかな。あんのかもしれんな、うん、売ってたわこれ。懐かしい。これバナナって書いてあるのよね。ほんと書いてあるわ、うん、バナナって。面白いわこれは。いいね、うん、緑茶飲みたよこれ。緑茶、うん、緑茶飲みたいって。あのうちのゲストさん。え、そんなのに対応してくれんのこの番組。俺そんな甘やかされた番組出たことないからさ。いつもとりあえず無茶に振ってくるやつらしかいねえもん。すごいスタッフさんがゾロゾロと。俺もね、あの普段そんなことしたことなかったんだけど、この番組でも、うんうん、今試しに言ってみたら一斉に動いたんだ。だって今日ものすごい お出迎えがものすごい。あ、どうも鈴野様、あ、どうもみたいな感じで、すげえ緊張してよ。でも9振ってるやつうちの番組の D だからさ。そう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 。まあ、あいつ本当無茶振りする徒党組んでるうちの一人だからねあいつ。そうなんですか、うん、そう。実はうちの植木ちゃんも相当な人よあの人、うん、実はああ見えてね先輩の一人なんですよ俺ね。そうそう、このみっちゃんと13年やってるけど、うん、あの人とも同じ13年やってるんですよ。そうなんだ。え、今おいくつなんですか。僕東京と大阪で両方13年やってる番組やってるんで。そうなんだ、うん。そっちはその桜井孝宏君と松木美優ちゃんとかやってるやつなんだけどね、うん、そうなの。そうそう、そっちの番組のディレクター。そうなの。すごいですね、とんでもない。だから、うん、なんやセットの中に君入ってしまったんだね、うん、あいつ飲ませると面白いから飲まし、あのバーン飲んで一緒にバー連れてってわーって盛り上がって、一人でなんか隣の知らないおっさんと一緒に歌い出して、うわーっつって。え、植木さんそういう人だ。そうだよ、もうすごいんだから。マジで。ほんと大騒ぎ。よーし飲み行くか。ほんと帰りいなくなったなと思って、うん、俺植木どこ行ったっつって言って出てきたら、階段で明日のジョーみたいになって思って。植木
我々本当面白かったよね。そうなんや君、しょっちゅうそうなるんだよあいつは。そうなんですね、飲み行ってあげて、本当面白いからあの人。行かないとだよね、まだ知らない一面です。あ本当、知らない知らない。もう逆に言うと俺それしか知らねえから他の一面何なんだよお前のねえだろお前、そんな感じでやってんのお上品に。嘘でしょあいつとんでもねえやつだな。そういや俺もまだ植木ちゃんのことよく知らないからさ。本当、うん、いや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 本当ちょっともうお酒飲みながらやらした方がいいよ絶対。ちょっと今度そうしよっか、うん、そうしいいです、ね、ちょっとさ、うちの番組まださ懇親会みたいなやってないじゃん。うちみたいないいな、これやらないとだね。面白いんだから楽しみだな植木ちゃん。いいやつだよ本当、うん、なんか取ってつけたよね。いやいや本当に、いや今の話はトータル俺の中でいいやつエピソードだから、うんうん、あなるほどなるほど。そうなの、誰とでも仲良くなれる、ね、マジで、うん、確かに、ね、植木ちゃんいいんだよ今度ゆっくり飲もう ね、うん、ね。さあそういうわけでですね、はい、さあというわけでね、じゃあ先進めていきましょう、うん、さあ、はいね、はい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 、ね、そんな鈴村さん、うん、ね、まあ、私岩田と、うん、ね、スイートイグニッション、はい、番組やってます。ね、勤められていらっしゃるんですけど、うんうんうん、はい、まあそこに戻ってまたね、俺ら本当バカな企画いっぱいやりました。はい、ね、昔あとサンキューライブもやったね。サンキューライブ、うん、ロッツさんが39歳の時にね、39箇所でライブをする。そうそうそう、全国のですか、うん、それとも都内でですか。東京から大阪にかけて、うん、あ、東京、それも3日間ぐらいだったっけ。4日間だっけ。3日かな、3日かけてか、うん、39箇所3日で、うん、うんうん、1日13回ライブ。ただのライブって言いながらも、そうそうそう、歌を歌うのももちろんやるけど、はい、それ以外にも、朗読、朗読、うん、それからね、コントと、うん、コント、それから、相撲っていうのも、わけわかんないでしょ。そうそう、うん、これをくじ引いて、はい、本当ガチでくじ引いて、うん、出たやつをその場でやる、うん、声優さんですよね。はい、声優です、そうですね、うん、相撲にご自信がある。全くないです、うん、どなたと取られるんですか。いやもう2人だよ何言ってんのよ俺たち2人でずっとやってきたんだよ。でも確かにその質問は正しいよね俺らも今言っててなんで2人で相撲してんだろうって思ったし、うん、バカなのかなって今本当に思ったから、ね、サーブちゃんのが正しいと思う。いやなんかこうプロの方、うん全然あの相撲の格好、肉襦袢を着て、そう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 、だから相撲を引いちゃうと肉襦袢を着なきゃいけないわけ。そうそうそう、で負けた方が必ず何かするみたいなんで、俺はとりあえず肉襦袢着て負けたの相撲で、はい、ちょっとコーヒー買ってきてって言われたからコーヒーショップにそのままの格好で買いに行ったの、はい、さあ店員さんがすごいびっくりした顔で見て、あ、こんな格好してきてすいません、コーヒー2つください、わかりました鈴村さんって言われて、たまたま僕のこと知っている店員さんだったっていう、余計恥ずかしいわよ。困ったよね、うん、だから変な顔して帰ってくるから、うん、どうしたのかなと思ったらね、はい、そういうエピソードを聞いて、うん、そうだった、この男はよくちゃんと引くなと思ったんですよ。その帰り道にあの相撲のスーツ の、 あの右乳首を落としました。そうそうそう、もう未だに行方不明です、うん、ないです、右乳首なくなっちゃった、未だに行方不明なくなっちゃったね、あればっかりは心残りだねてかその襦袢にそれいるんですか、両方外しちゃえばいいじゃないですか、ついてっから仕方ないじゃんそれ。でもね、乳首が取れるぐらいの激しい戦いだったってことだね。そうそうそう、すれまくるから、すごいんだからこれは、ぶつかり合って本当に、ね、すごいんだから。つまりはその会場も別にそのライブ会場とかじゃない、もう路上とか、そうそう、あともうリスナーさんに、うん、あのいいですよっていう許可をもらったところでこう、うん、行くの、うん、そう、なるほど、ご自宅とか、うん、ご自宅に近いことはね、 ね、あとお店屋さんとかね、そうそうそう、あのとあるラーメン屋さんが、うん、あの来ていいよっていう連絡くれたの。そう、ね、でよっしゃっつって言ったら、ラーメン屋さんのお兄さんがもうちょっと楽しくなりすぎちゃったみたいで、そう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 、もうね周り中の人を呼んでるみたいで本当はあのなんか普通の大通りの路面の店だから、そう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 、歩道しかないのに、うん、そこにね50人ぐらいブワーって、真ん中でそのおっちゃんねギター弾いてんのよ、そうそうそうじゃーん持ってましたとか、そう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 、で挙句の果てでっけえ旗作ってて、何言ってんのバサッつって、そうそうそう、これやべえぞっつって、すごいですね。もうなんかそれを見た瞬間俺ら二人ドン引きで、そこまでしてとは言ってなかった、そうそう、どうしようあんなが入ってくる恥ずかしいぐらい、すげえことになってるぞっつってとかね、いろいろありましたね。愛されてるんですね、うん、新宿2丁目 の、 あの公園で相撲を取ってて、なんか別の意味が生まれるとかね、そうそう怖いんだよ
二丁目で相撲取っちゃダメだろみたいな。危険だったね。確かになんか一人ぐらい増えてそうですね。そうでしょう。そうそうそう、うん、なんかまだ裸の人がいるみたいになりそう。いやーんとか言われるからね。なりそうだ。本当にね。あと僕が本当に自分の企画のくせに僕仕事があるせいで戻った時に彼一人で浜辺でこうやっていたんです。そうだから岩田光雄39歳生誕記念サンキューライブ39カ所行きますよなのに、実際39カ所ほとんど行ったのは俺なんだよ。そう、そういうことなの。2日目の名古屋で合流みたいなね。そう、ほとんどめちゃくちゃじゃないですか。そうそう、面白い。めちゃくちゃなんですね。そんなんやってるんです、はい、なるほどなるほど、うんうん、バカだよね。その番組にはゲストの方とかいらっしゃらないんですか。あ、来る来る、うんうん、あ、そうなんですね、うんうん、あのだいたい男性声優が多かったかな、うんうん、まあ、そういうコーナーもあったんで、はい、そういうコーナーにこう男性声優が来てくれて、ね、結構無茶振りさせるっていうことが、DVD 企画でもゲストを呼んだ時があって、うん、みんなでドミノするっていうのがあって、みんなでドミノする、そうそうそう、日本ドミノ協会の会長が来てくれて、そうなんドミノの並べ方はっていうところからレクチャーを受けてそう、朝から晩までドミノ並べ、ずっとドミノ。もうなんか今までの話の流れがあったので、うん、こう男性声優さんとなんか十何人ってこう、うん、実際に並んで自分たちが倒れるのかと思いました、うん、なるほどね、それも面白いね。そうだね、でもね、張り倒したいぐらいムカついた波川大輔というのはいたんだけどね、はい、俺らが並べてもう、はい、間もなく完成っていう時にジャンプしたんだよ、その会場で。しかも俺がね、あのすごい、なんだろうな、1メートルかける50センチぐらいのすごい面を作ってたんですよ、はい、朝から晩まで。もうどこそこにも一発倒したら終わりってやつ。そうそうそう、まさかそれをあいつが、はい、あざーすってチャラい声で、はい、態度で入ってきて、はい、うーん、ヨットとか言いながらそこをジャンプ、もうその瞬間全員がもうスロー、ヨッマジでね、ドーパミン出たね、本当にスローモーションに見えた、本当に俺こいつ殺すと思ったからね、本当にね、倒れなかった。だからあれがまたその浪川のすごいところでね、持ってる、持ってるんです、倒す、あれで倒したら終わりですから、あいつも、そうそうそう、あいつも終わりなんですけど、終わらない。高度なテクニックを使って使いやがってね、あれあいつのキロだね。いろいろやってきたね。やったね。でも楽しそうですね。楽しいね。基本だから2人で楽しいことしかやってないんで、うん、うん、それでずっと続けてこれたかなみたいなところがあったけどね、うん、なるほど。そうそうそう、あのうちの番組もそうだけども、はい、もちろんスイートイグニッションもいわゆる取って出しっていうやり方なんですよ。あ、はいはいはい、生放送と同じやり方、ね、なるほど、カットなしで。そう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 、じゃあもうなんかそれこそ噛んでもそのまま、まあもうだからもう噛みまくりで、うちの番組はあのスイートネームっていうね、女の子のことをそういう呼び名で言うわけ。だから東京都スイートネーム、サワコちゃんとかっていう風に呼ぶんだけど、この人真面目な顔して東京都スイートノーメサワコちゃん、ノーメ、ねでもむでもねえです、ノーメって何なんですか、わかんない、ね、しれっと言う、ね、何が起こったんでしょうね、頭の中で。わかんないんだよね、なんかどう変換されてるのかよくわからない瞬間なんだけど、ノーメ、多分ネームののが前に来ちゃった、うん、統治法ね、うん、いわゆる統治法ですよ、どんだけね分析しても分かんないんだよねこの話。俺も、うん、フォローしきれない、あ、だフォローする気ないないね。そうそうそう、うん、それがもうキャラクターみたいな、イカレじゃないですか、すっごい、うん、なんか水分を必要とする食べ物を食べてやる、うん、どうしたのかな。よしよし、そのことについてもう少し話してみよう。口の中がパサパサでお二人がやる、あ、いや、そんなことしなくてもパサパサだからね。そうそう、大丈夫大丈夫、ね、うん、もうどんどん二人とも年取ってからさ、ずっとパサパサだから大丈夫。じゃあじゃあじゃあ、なんか納豆を食べてやる、うん、あ、なるほど、それはさっきからいくつか提案してくれるんだけど、うん、なんで、うんうん、そうだね、逆に潤うのかな。ちなみに納豆は先週ぐらいの、チェリーベルって番組でやりました。30分納豆を混ぜ続けたらどうなるのかなっていう企画をずっと混ぜながら喋るって言って、俺そっから1週間手首痛いからな、すげえ痛いんだから、あれもう大変な、豆できたし、端豆ができた、これマジで、うん、あれだんだんさ、あれだよね、キャラメルみたいなってこと、そう
なるんですけど、うん、結果、はい、死ぬほど美味しいですから、うん、そうなんだよね、混ぜれば混ぜるほど美味しい、ものすごい美味しいから、うん、空気混ぜれば混ぜるほどね、うん、なんか美味しくなる、しくなるの、うん、うわ食べてみて、うん、美味しかったね、混ぜたやつ、うん、あれどうですか、どんぐり飴を10個ぐらい口に入れてやる、うん、あのね、どんぐり飴、ごめんなさい、何ですか、どんぐり飴って何だ、え、どんぐり飴ご存知ないですか、中にガムが入ってるやつ、あ、そうです、あ、知ってた、知らねえ俺、当たりとか書いてある、あるやつだ、あ、知ってる、俺こっち組、おっと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 、あちょさん、そうかいか、いですかね、え、どういうこと、若い若い、俺若い、あんたこっちやろお前、なんのことない、なんかどんぐり飴、クレープ味の、うん、あの大玉飴みたいな、そうそう、ちょっと大きめのやつ、で形があの、うん、頭の先っちょがキューピーちゃんみたいにキュッてなってて、うん、なんかちょっとどんぐりっぽく見えなくもないのよ、あれなんか舐めてるうちにザラザラするやつ、ザラザラしない、それは泡玉だ、泡玉泡玉、ね、中にガム入ってんねんな、どんぐりは、そうなんです、そうなんです、ないない、それあれだよ、あの大阪の方にしかなかったじゃん、なことないよ、そんなことないですよ、大阪だろうそれ、知らねえ、ない、そんなのない、聞いたことない、所沢だろうそっちは、そうです、埼玉だからないですよ、そうだよ、ダサイ玉だ、ダサイ玉、お前ら埼玉バカ、埼玉の人ってなんでおいダサい玉とかしたら喜ぶのかな昔から気になってるんだけど、なんかもっと言ってみたいな、埼玉の人、そうそう、なんか分かる、うん、かまってもらえない日常的に埼玉かまってもらえないからそれで喜ぶんだ、それでもダサい玉と言われるだけでも嬉しい、うん、もうやめてくれよみたいな、こう喜びながら言うんだよ ね、 そうそう、埼玉の人、もうね、基本的に埼玉自虐だから自虐都市ですから、はあ、ね、いいところですけどね、うん、埼玉も、ね、本当にね、もうひどいもんですよ、うん、ね、え、佐和子ちゃんは、はい、あのこのおじさんに何か質問なりもっとありますか、質問ですか、はい、うん、そうですね、なんか岩田さんとされてて、うん、ここ直してほしいなと思ってたら、うん、新鮮な質問だね、 君結構本気のやつ来るねレバーブローみたいなパンチ打ってくるねすごいな、直してほしいところ、はい、そうですね、直してほしいところで言えば、はい、一つあるとすれば、はい、痩せるって言わないでほしいちなみに、うん、先週もこのラジオでそんなこと言ってました、うん、そうでしょ、うん、痩せるって言うんですすぐ、うん、でもね、実質は痩せてないんですよ、いやちょっとずつ痩せてんのかもしんないですけど、どっちかっていうと痩せないんですよ、だからもう俺は痩せないってむしろ言ってほしいなって思う、なるほど、え、初めてお会いした時から、いやもうほっそりでしたよ初めて会った時はいや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 、ほんまにインターネットで岩田光雄って検索する、検索するんじゃねえよ、なんか髪の毛こうパーマかけて、そうそうそう、こういうそうなんだよ、でしょ、なるほどみたいな、だってこの間ね、一緒にあのライブやってる、そのコネクトってユニットやってるんですけど、はい、それであの5年前か、たった5年だよ、あの振り返り映像っつって5年前の映像見たけど、はい、もうほんとほっそいもん、シュッてして、何があったんですかね、まあ、多分今出川哲郎さんになっちゃったんだけどやばいよ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 、だからもう無理しなくていいんですよ、だからもう無理に痩せるって言わなきゃいいのになって思うから言わなくて、チャンスですよ今僕、うん、ありのままのチャンスです、ありのまま、僕は痩せません、うん、お、言い切ったさあこれがきっかけで、これきっかけにどうなるかが楽しみじゃない、あ、そうです、ね、一応痩せるって言ってたから今ここで踏みとどまってるけど、痩せません宣言したことより、はい、もう来週ぐらいにものすごいボーンになって、はい、ジャバザハットみたいになってるかもしれないドフンってなんかあれですか、こう、はい、紐かなんか結んどきますね、どういうこと、ね、あ、ちぎれるかどうかをね、そう、どんだけきつくなってるか、はいはいはい、来週、おー、あー、いいねいいね、それやろう、要するにコルセットみたいなことだね、そうです、つけっぱなしにしていただいて、いいじゃん、番組グッズで作りなよコルセット、この番組でコルセット、岩田さんのたまんねえなおい、うん、俺専用のコルセット、コルセット、ね、作りなよ、たまんねえな、で太ってくるとこう、うん、だんだんこうお腹に息が入らなくなって、最有機みたいだな金管じゃねえんだからよ私がこうなんか言うと閉まるってそれさ声が細くなってくるやばきてね、息できねえからないやそれ楽しそう、いやあのそんな、まあ、あの痩せない宣言はしますけど、うん、太る宣言をしてるわけじゃないですかね、あ、そうだね、現状維持、うん、
でもね、タカが外れたやばいんですよ、うん、さっきも言ったじゃないですか、うん、もうオープニングって違う、あのもう一つの番組の方でね、はい、話したんですけど、今美味しいじゃない、冬場はさ。そうですね、そうやばいよね、必ずこのダイエットの話した後この話するんだよね。痩せる気ないですね。ないですね。あのさ、乙女なんだよこの人は。女の子みたいな人だから、女子もそうじゃん、うん、明日からとか言ってケーキ食べたりするってよく言うじゃん、ね、はい、あれだもん、典型的な、うん、ほらじゃないです、うん、もっと言ってあげなさい、もっと、若い子が言った方が聞く、俺が言ったことなんかもう聞かないんだからこの人、はい、俺サーゴちゃんよりも絶対女子力あるもん、うん、いや私も言っても26年女子をやっているので、うん、はい、そう、岩田さんには負けないですよ。でもあの人47年女子やってるからね。そうだ、いぶし銀だぜ女子力。どういうことなんですか。いや、女子力にいぶし銀ってもうちょっとおかしいですけどね。いぶした段階でもう女子じゃねえんじゃねえのみたいな。もうババア。本当にね、ちょっと待って、もうこんなんで40分過ぎてんじゃねえかよ。俺もさ、自分が司会じゃない時って超不安なの、うんうん、こんなにダラダラ喋ってていいの、この番組。ここはね大丈夫なの、いいの、うん、本当特に内容ねえし。あ、そうか、ね、いい内容がないよ、うん、え、そういうのぶっ込むの。たまにこういうことやるんです。女子力は決して高くないっていうのが今の証明されるんだけど大丈夫。本当にね、違います、真っ赤よ顔、うん、ね、なのになぜ言うの。我慢する勇気を、我慢する勇気、さあこう頑張って、うん、そういうの我慢する勇気、台本に戻るのよ、6ページぐらいなんとか戻って、見てねえよこいつ。俺の指示全然聞いてねえよ。こういう言語を、うん、10回か20回言えば1回ぐらい大当たりするかもしれないじゃないですか、うん、ああそこ来たね。それはね、うん、結構ハードル高くて、うん、常に言い続けないといけない。そう、俺もう一人の相方 の、はい、あの桜井孝宏っていうのは、はい、本当常にダジャレ言ってるの、うん、そうすると最近だんだんすげえなーになってきたの。なるほど、ただ一つ言うけど笑えないからね。すげえなーになるから。言葉遊びみたいな、ね、うん、そう、あいつすげえで終わるから。本当にこの間町誕生日40歳だからって40個ダジャレ言うってやったけど、最終的には感動を鳴らしちゃった。なんかすごい、なんかすごいっすよ。あ、そう、高いよ、すごいね、いないですね、大したもんですよ、ね、君をどっちを選ぶかですよ、うん、え40個極めるか、その道に進むか、そっちに行くか、ね、決して女子が行っていい道ではないと思うよ。茨の道だと思うからね、うん、新しい個性を見つけていった方がいい、うん、そうだね、だから、うん、そろそろページに戻ってくるかな。今6ページだったりのね、そろそろコネクトの話に行かないと。いい、ね、2人とも台本関係ねえんだもん。完全に、ね、コネクトのではお話をしましょうかね。じゃあしましょうかね。そんなにしちゃダメっすかね。一応なんかそれがあるから北的な雰囲気だし俺。どうして作ろうってことになったんですか、うん、コネクトをね、はい、まあまあじゃあその話からしましょうか、はいはい、ぜひお願いいたします。これだ、お互い音楽活動してて個人活動してて、はい、でそれぞれがやってる音楽性っていうのもあるんだけど、はい、たまには違うちょっとお祭り的な音楽やりたいねっていう話で、はい、2人で組んだらどうなるだろうっていうところから始まったのがこのコネクト。そうそうそう、うん、あ、じゃあちょっと普通っていうかちょっとなんか遊んだ感じの曲が多いってことですか。うん、そうだね、そういう感じだね。あと普段自分たちではやらない、うん、例えばもう極端にカッコつけてる曲とか、うん、ちょっとこうダンスナンバーとか、うん、そういう、あとちょっとこうバラエティ的要素のある楽曲とか、うん、そういうのを意図的にやってるのがコネクト。そうそう、自分のソロだと俺は結構ロックだったりとかパンクみたいなことやってるんで、そういうところでもっとなんだろう、エンターテインメントのことやろうって言ったのがこっち、うんうん、なるほど、そうだね、そう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 、そうなんですね。だからなんか、うん、今回出されるミニアルバムも、うん、なんかジャケットがちょっと面白い感じですね、ま、非常に激しい、うん、特撮っぽい、ね、サンダーバードじゃないですけど、あれなんて言うんでしたっけ、あのオレンジの格好でヘルメットかぶってる、あ、エイトマンかな、エイトマンか、うん、まさにそうだね、ね、あの感じで、うんうんうん、そうなんですよ。なんかね、特撮ヒーローっぽいジャケットってよく紹介されちゃうんですけど、うん、僕の中では実は違うんです。あれ何なんですか。あれはあの漫画を実写化したっていう雰囲気なんですよ。うんうん、なるほどね。これちょっと微妙に違うんです。はいはいはい、だ当時エイトマンとかね、そのこう、はい、まあ、絶対知らないやつですけどね、はいはい、それがこう漫画がこうちょっと実写になったらどうなるだろうをやってみたって感じなので、特撮ヒーローとして作ったっていうよりは
漫画がありきなんですよ。だからジャケットの中を見ていくと中に2人のイラストとか入ってて、そうなの、アニメを実写にしたらどうなるの、漫画を実写にしたらどうなるのみたいなコンセプトになってる。で当時その漫画とかアニメをこう、はい、あの見てたおっさんたちが今もその時の喜びを忘れられないっていうちょっとこう寂しいコンセプトも入ってるんです。なる、深い意味があるんだ。深い意味があるんですよあれは。そう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 、そんなアルバムのタイトルがですね、はい、人間ジェッター人間って言います。はい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、こうね、はい、ちゃんとしないとダメですね。大丈夫よ、ね、そう、人間ジェッター人間、これがねまたタイトルか、最初はね、あのね、モロッコインゲンって、モロッコインゲン、そう、あの、ね、そう、突然ここから話すと意味わかんないんですけど、タイトル決めようぜってあのみんなで話し合うのよ、うちのユニットは、うん、でみんなで決めて、最初は今回はなんかこう集大成だからとか、はい、そういうこうちょっとね中身にひっつけた英語とか探すわけ、はい、かっこいいワードをね。そうそうそう、そうすると飽きてきちゃうの俺たち、うん、で岩さん好きな言葉、今流行ってる言葉何って言ったら、岩さんがモロッコインゲンって言ってモロッコインゲン、もうねギリギリまで今回のアルバムタイトルモロッコインゲンの線が残ってたコネクトフォースアルバムモロッコインゲンになるとこだよかったですね、冷静になって、うん、なっ、でいや、さすがにモロッコインゲンじゃまずかろうって話になって、うん、他にない、はい、ちょっとでもなんかこう元気でスピード感のある言葉っつったら、岩さんがジェッターって言葉言った。おー、ジェッター、であジェッターに、じゃあ毎回やるのは岩さんがジェッター出したから、じゃあ俺その後ろにつく言葉を決める。そうそうそう、前ね、重戦車面っていうアルバムも作ったんですけど重戦車面、うん、はい、その時は岩さんが重戦車って言葉がいいよ、あ、重戦車、はい、じゃあ後ろに、じゃあそれも、じゃあ面をつけますよって、面っていうのはあの人、人、そう、そう、面、うん、2人いるから、重戦車面、うん、まあ、まあね、うん、あまり意味ないん、今回はジェッターに対して一番かっこいい言葉は何だって考えた時に、はい、人間がついたんですね。ジェッター人間。でも人間、うん、ジェッター人間、そうそうそう、でそうなるとジェッター人間だけだと寂しい。うん、例えば昔のね、そうそうそう、ヒーローってのは頭に何かつくんです、はい。高速エスパーとかね、そ う, そ, う そ, うそういうのつくんですよ。でしょ？電子戦隊デンジマンとかつくわけ。うん、はいはいはい、ね、だからその頭のなんとか戦隊とか高速とかそういう言葉をなんか探そうぜ っ, ていっぱい出したんですよ。出た出た、もう30-40個出た、そうそうそう、超人ジェッター人間とかいろいろやってみました。そうそうそう、最終的に僕が行き着いたのは、はい、人間でした。そう、人間ジェッター人間っていうところで、うん、なんかすごくジーンときてしまう、みんなで感動して、いいっつって、これいい、これはいいっつって、これはない、うん、疲れだったんじゃないですか、うん、そんなことないよ、疲れてるかどうかで言うとずっと疲れてるけど大丈夫、大丈夫、そうなんっていうことになりました。そうなんですね。でもこうちょっと哲学性も感じるねっていう話にはなったんです、あの当時人間ジェッターだってジェッター人間ってヒーローっぽいのにそいつが人間なんですよ。そうなんです、結局やっぱ人間なんだどういうことヒーローじゃねえのみたいな、うん、人間ジェッター人間的とか、あ、なるほどね、じゃあ人間的ジェッター人間でもいいよ、そうね、そうやって完全にチャイニーズな雰囲気になってくるけどね、うん、ちょっと長いしね、うん、それだとね、人間ジェッター人間ですよ、じゃあ人間削ればいいんじゃないですか、ダメ人間的ジェッター、敵ジェッター人間、うん、ダメダメだよそれ、もう決めてるからタイトル、もう発売してるから、そうだよ、え、今からでもなんとかなるよ、ならないよ、もう焼いちゃったもんで、そうだよ、うん、NG 版になっちゃうよ、買っていただいた、買っていただいた方に皆さんにご訂正していただいて、うんうん、そこまでさせる必要ねえべそこまでして俺たちのタイトル否定するか君、ね、人間の耳一本線出して聞いて、ちょっと待って、何一人で受けちゃってる、一人で受けちゃってる、君、そうそう、ちょっと俺と逃げてもらって、めっちゃ受けちゃってるじゃん、一人でめっちゃ受けちゃって、何全然聞こえへんかった、え、なんつったの、人間の耳、うん、縦に引いて筋肉にしたいと、やっぱりこれがジェネレーションギャップというやつかな、そろそろ曲紹介、時間もそろそろ紹介いや、ほとんど中身のある話しませんでしたね、じゃあね、曲紹介いきますか、そうですね、行くんですか、はい、これもう行っちゃうんですね、え、もう大丈夫です、はい、ね、
じゃあそろそろね、はい、あの鈴村さん、うん、時間になってしまったんです、ね、もうこれ終わりなんだ、あの、はい、予定時刻15分オーバーしてるんですけども、うん、そんなに オーバーしたのね俺。すいませんね本当にね、いっぱいしゃべってね、あのそれでは最後にねケイちゃん、あのお知らせだけあったらちょっと伝えてもらえたらと思います。でここにね書き出してくれたんで全部読みますよ。お願いします。テレビアニメ「曇天に笑う」のヒラリ役で出演中、はい、テレビアニメ「旦那が何言ってるかわからない件」にはじめ役で出演中、はい、テレビアニメ「フェアリーテール」にローグニーチェ、あ、チェーニー、ローグチェーニー役で、出演中。それからプレイステーションビータ用ソフトルートレックスに黒瀬玉木役で出演。これはですね、あの中の挿入歌も歌ってます、コネクトでね、はい、あのグローリーデイズって歌ってますよ、はい、それからあの3枚目のアルバムベッセルは好評発売中、コネクトのシングル人間ジェッター人間も発売中だよ、はい、それから、12月20日21日は東京両国国技館でオレパラやります、はい、詳しくはインテンションのホームページ見てね、よろしくお願いします。というわけで、最後にコネクトの楽曲を聴きながらお別れしたいと思います、はい、では、紹介いたしましょう、はい、せーのプライド、本日のお客様は鈴村健一さんでした。なんと次回も来てくれます。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みつおとさわこのミルクとお砂糖は、はい、というわけでお送りしてますみつおとさわこのミルクとお砂糖は、はい、ここからですね、このお店に全国のお客さんからたくさんのお手紙届いてますんでご紹介したいと思います、はい、まずこちらはですねラジオネームのサイレントさん、いつもありがとう。ありがとうございます。みつおさわこさん、こんばんは。こんばんは。ラジオでは最近女性陣に対する女子力いじりがとても流行っていますが、逆に男子力について聞きたいです。あ、そうですね。お二人が考える一番の男子力とは、何だと思いますか。ぜひお聞かせ願えればと思います、というわけなんですけど、これはどうですか、サーバー。男子力ですか。男子力ですよ。あんまりも言わないですよね、男子力っていう。言わないよね。うーん、何を逆に男子に求めますか。求めることですか。はい、多分それが必要なんですよ、男子力として。男気男気。どんな男気、どういう、どんな感じですか。そう、うーん、いや、うーん、あんまり興味ない。だからさ、どうしてさ、もうちょっと恋愛とかさ向き合おう。でも思うんです、最近向き合ってない。最近何、どうしたの。あの、よく女性に対しては、はい、あのほらスレンダーな方がいいとか、うん、胸が大きい方がいいとか言うじゃないですか、はい、あんま男性に対しては言わないですよね。筋肉ムキムキじゃないとモテないとか。いや、意外とありますよ。本当ですか。ハゲてない方がいいとかさ、うん、ちょっとヒゲが濃い方がかっこいいとかさ、はい、胸幅厚い方がいいとかさ、お腹出ないでほしいとかさ。なるほどなるほど。いろいろありますよ。それが男子力なんですかね。いや、これ、まあ、見た目だからね。岩田さん的には男子力って何ですか。ズバリ包容力ですよ。包容力。はい、包容力です。なんかこう抱きしめた時の感じってことですか。そういうね、なんだろうな、物理的なことじゃなくてハートの方。あー、本当君女子力ないよね。たまに本当唖然とするほどそういうところに対する興味がない。いや、女子力があってご飯食べていけますか。そういうこと。女子力が何かしてくれますか、私に。してくれると思う。結構女子力が私にクリスマスを楽しくしてくれますか。はい、というわけでお送りしてまいりました、三つ男とサーコとサーコのミルクとお砂糖はあっという間にエンディングの時間ですよ、サーコちゃん。はい、さあそれでは番組では引き続きお便りを募集しております。はい、はい、アドレスは、はい、はたお101@いい声.jp です、はい、どしどしお寄せください。はい、よろしくお願いします。またツイッターのハッシュタグはシャープはたお101、ぜひこちらをつけて実況してみてください。はい、よろしくお願いいたします。そしてイベントのお知らせです。さあこちゃん、おじゃん、お願いします。はい、2015年1月4日日曜日、品川ステラボールにて新春イベント、お正月だよメゾンドいい声、うん、もしも声優がいっぱい住んでいるマンションで新年会があったら2015が開催されます。はい、これまだちょっと内容がね、全然まだ決まってなくて ね、どんな感じの内容になるか。でここで言っといたら組み込まれるかもしれないですね。そうですね。あと皆さんのメールとか。そうですね。もうぜひね、なんかこんなことしてほしいっていうのがあったら、はい、あの募集しますんで早めに送っていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあというわけで次回はなんと、はい、横に座っている鈴村健ちゃん、あら、ね、ゲストで来てくれるということで、また来週も、ね、どんな話になるんでしょうか。楽しみですね。さらにS力が増すんでしょうか。はね、怖い。今日なんか、今日はでもラジオのことばっかりだったから、今度はちょっとケンちゃんの人となりみたいなね。あ、そうです、お聞きしたいですね。プライベートなことちょっと掘り下げてみるのもいいかもしれない、ね、いいよ。
聞こえました。じゃあ次回も楽しみにしててください、はい、さあそれではそろそろ閉店のお時間でございます。三尾と沢子のミルクとお砂糖は、お相手は岩田三尾と畑沢子でした。またのお越しをお待ちしております。